こんにちは、私風のあやです。今日はですね、9月5日なんですけれども、TGC 東京ガールズコレクションがございまして、そちらにオーブと JO1 が出演しましたので、その感想について言っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日はオーブと JO1 が、出演しました。私ももう Twitter もパソコンも何でもかんでも開いて昼から見てたんですけれども、すごい月並みな感想で申し訳ないんですが、とっても2組とも最高でした。はい、期待通り期待以上のパフォーマンスを2組ともしてくれたので、すごく見ててですね、楽しかったですし、なんか、まあ、明日ちょっと台風で仕事がなくなっちゃったので、はい、明日はメディア媒体が上げてる動画を見てですね、ちょっと過ごそうかなと思っております。まあ、そんな感じで、まずオーブからちょっと一つ一つ感想を言っていきたいと思うんですけども、なんかオーブはですね、デビュー前に初披露ということでしたので、まあ、結構見てる方もすごく多かったと思いますし、また今日 JO1 が出演するということもあったので、まあ、国民プロデューサー時代からですね、彼らを追ってる方もそのオーブのことを気にかけて見てくださった方がすごく多かったんじゃないかなと思います。私もそうなんですけど、オーブが出るって聞いた時点でうわーって湧いたんですけども、ウバウバ以外の曲もね、披露されるんじゃなかろうかということでしたので、すごく楽しみに見てました。最初からカップリング曲を披露してくれたんですけども、なんかウバウバまで3曲、出してくれたんですが、結構攻めてる感じの曲を入れてるんだなという感じがしましたし、なんかこれがオーブの色なんだなっていうのをこう見せつけてくれたステージだったなと私は思います。はい、キャプリングに関してはですね、本田くんと佐野くんがそれぞれ1曲ずつ振り付けを担当しているそうで、まあ、そういった面でもすごく楽しみが広がる曲だったし、まあ、JO1 を見ても思ったんですけれども、またキューブの方とかはですね、ますますライブに行きたくなったんじゃないかなと思いました。はい、すごく良かったです。なんかやっぱさすが、なんか本田くんとかふみやくんとかはですね、プデュー中も振り付けをしたりしてたので、なんかまた そういった面でも活かされてすごい良かったなと思います。はい、あとオーブに関してすごくびっくりしたのがですね、勝成くんが歌うまいっていうことですねあんなに高身長で顔もよくてラップもできるのに歌もうまいって、相当スキル高くないですか、あの子すごいですね。なんか勝成くん結構そのプディの中でも早めに脱落しちゃったので、実力を見る機会が、なんか逆に今日が初めてかもっていうぐらいだったんですけれども、なんか本当に持った感想としては、歌もできんのみたいな感想を持ちました。なんか勝成くんのファンからしたら周知の事実かもしれないですけど、私は本当に今日初めて知ったのでびっくりして、はい、周太くんに続いて声がすごく出てたなと思いました。と勝成くん以外のメンバーはですね、まあ、プデュー後半まで残っていましたし、もともと経験者が多いので、なんかステージもすごく場数を踏んでるので、めちゃくちゃ安心して見れたというか、不安な気持ちにもなりませんでしたし、なんかこうしっかり決めてくれてるなっていう感じがして、すごい良かったです。本当になんか初舞台と思えないぐらい落ち着いている感じがしましたね。勝成くんはやっぱりちょっとなんか緊張が、なんか喋ってる時とかも伝わってきたんですけれども、まあでも勝成くんはそういった意味では今後どんどん化けていくんじゃないかなと思いますので、オーブすごくまた期待度が高くなりました。もう CD もぜひ買わせていただきたいなと思っております。頑張ってほしいですね。はい、まあ、JO1 以外の派生グループと言われる、今のところオーブと、ブームトリガー、今のところ出てますけど、まあ、この後オールビットとか、先日名前が発表になった、ネバーランドとか、BXW が揃うと思うんですけども、全部ね揃う、デビュー曲だし揃うのがすごく楽しみだなというふうに思います。はい、ということで次 JO1 なんですけれども、まあもう Twitter の感想とかでもですね、結構見て回ってたんですけども、なんかもう泣きそうみたいな声が多くて、なんか実際私もなんか見終わった後、なんか嬉し泣きっていうか、なんかそんな感情になりました。なんかステージで踊る JO1 をずっと待ってたからかもしれないですね。なんか結局テレビ番組も全然出れないし、テレビ番組っていうか音楽番組に出れないし、なんか歌を披露する場所がないじゃないですか。なんかたくさんいろんな番組にこまめに出てくれて、まあ、楽しいんですけれども、やっぱり一番見たいのはパフォーマンスなので、まあ、もちろん私たちもそう思ってるけど、彼らもそう思ってるからこそ、今回のステージが終わった後、なんかすごく何とも言えない感情に包まれたんじゃないかなと思います。披露した曲はですね、オエオとソワとゴーだったんですけども、やっぱりこういった歌を歌う場に立ってくれるとですね、ミュージックビデオでは見れない表情とかが見れるので、やっぱり歌番組での披露がますます恋しくもなりましたし、なんかテレビに出てほしいなとも思いましたね。
自己紹介のコーナーが今回挟んで前半と後半で挟んであったんですけども、もうこれは本当になんか面白くしてありましたね。自分たちで紹介するんじゃなくて次の人がなんか前歩いてる人の紹介をするみたいな感じで、まあ、せっかくね川川だったんですよ。レン君がたくみ君を紹介してたんですよ。でもマイクがちっちゃくてレン君のおいって思ったんですけど、でもなんかすごいこうやって聞いてたらすごい顔がイケメンでしょみたいな話をした後に、僕たち毎日この顔見てるんですよ、羨ましいでしょみたいなこと言ってて、なんかレン君マウント取っててちょっとウケました、はい、もうそこが一番私湧いたかもしれない。なんかあれはどっかがフルでしっかり上げてるのでもう一回見直そうと思うんですけれども、あとオエオは今まで平ネオとかバズリズムがカットされてたダンスブレイク的なところようやく披露してくれたので、もう本当に最高でした。私あそこをもう見たくて見たくて、早くパフォーマンスビデオを、公開してほしくて YouTube の再生めっちゃ頑張ってるんですけれども、もう本当にねかっこいいんですよあそこは。もう、まあ、レン君もかっこいいんですけど、マメちゃんと、ケイゴ君と、まあ、最後ジュンキ君がまたわーって歌って目立つんですけど、まあ、あそこ本当にかっこいいんですよね。ケイゴくんのファンのみんながすごくセンターに来てるケイゴくんの動画を切り取ってアップしてるみたい、私それ見てニヤニヤしてました、はい、もうすごい早くあと50万回ぐらいなので早くですねパフォーマンスバージョン見たくなりましたね、はい。あとはまあ全体的にステージをすごい楽しんでいてすごい良かったなと思いました。なんか私たちもすごくコンサートに行きたいなって思ったし、なんかアリーナからスタンド席まで JO1 のファンで埋まるステージに彼らを早く立たせたいなと改めてね思いました。まあ、とにかくですね、まあ、テレビ番組とかちょっと出れてないんですけれども、まあ、本当にコンサートの価値は逆にどんどんそのおかげで上がるような気がしますね。なんか嬉しいような嫌なような感じがしますが、はい。まあ、今回いろんなメディアさんがですね JO1 のことを動画にしたり記事にしたりしてくださっているので、まあ、いわゆる K-POP のファンからするとバスター的な存在になっているので、めちゃくちゃなんかたくさん記事が上がってくれることはとってもありがたいですね。なんかいろんな方が撮られた写真と動画を見るのはすごいやっぱ楽しいので、はい、すごいありがたいなと思いました。で、まあ、次はいつ JO1 のステージが見れるかわからないですけども、当面はですねミュージックビデオを回しに勤しむしかないなという感じがします。ショーケースを見られた方は久しぶりの応援をフル尺で見れたんで良かったんじゃないかなと思いますし、まあ、ショーケース見られてない方は初めて見たんじゃないかなと思います。すごくかっこいいので、ぜひ応援のパフォーマンスビデオが出るように、YouTube の応援の正規のミュージックビデオをですね、ぜひ合わせて見ていただきたいなと思います、はい。ということで、私の動画ではですねいつもこのように JO1 のことを、いつも動画にしております。この動画でよかったらぜひいいねチャンネル登録をお願いいたします。ツイッターもしてますのでよかったらぜひフォローしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。